四百の街道麦わらのルフィを捕獲その一大ニュースはある情報筋からひそかにワの国国外へと伝わったドレスローザでルフィと共闘し麦わらの一味の傘下に加わっていたバルトロメオとキャベンディッシュもこの事実に衝撃を受けるルルルフィ先輩が捕獲 あ,ありえねえ何かの間違いでねえかなんだと麦わらがカイドウそれほどまでに強いとはルフィの身を案じる二人はすぐさまワノ国に向けて出航するカイドウお前俺との約束破りやがったなルフィを追いワノ国に上陸寸前だったビッグマムは カイドウに出し抜かれたことにに怒りをあらわにする。一方海軍本部は和の国が世界政府非加盟国であるとして黙殺を決め込む。しかし事態を重く見た藤虎はある密命を下す「麦わらがカイドウに捕まってビッグ・マムも黙ってないでしょうすでに和の国に上陸寸前」って報告がある。 四皇同士の激突が世界にどんな影響をもたらすか分かりやせん。和の国で麦わらの一味の支援をしちゃくれやせんか。あの連中とまた手を組むのは正直うんざりだがあんたの頼みとあっちゃ仕方がねえ。だがそもそも和の国は国外との交流を絶った鎖国国家である。

つわもの強者が続々と集結する和の国今ここで一大決戦が幕を開けようとしていたこうしちゃいられない待ってろルフィ俺が必ず助けてやるからな